苦労してますよ、今ね。これはキャッチャーご出身なんで、大西さんもね、よくわかるかと思いますが、このバッター有利のカウントで大野が出したサインは、低めの球、ファーストゴロ、セカンドへホール、一塁転送、柳田、足がある、ダブルプレークルーズ、おっと、柳田がその後セカンドと激突しましたが、一塁からトレーナーが柳田の元に行きます。柳田は一塁セーフで三塁ランナー帰りました。4対0、問いかけにうなずき返してましたのでちょっと衝撃はあるようですが、柳田選手この後のプレーは続けられそうです。ご覧いただきます。三塁一塁でこれ小谷野がセカンドゲッツを狙いました。まあ迷わずねセカンドに投げましたけど、まあこれはベンチの指示ですからね。まあ、左で足もあるという中ですが、少しボールがそれたのもあるんですけどね、いい球来てもかなり際どいタイミングだったでしょうか。いずれにしてもファーストゴロの間にもう1点、中島拓也選手も画面の奥になりますがセカンドの守備に戻りました。